はい、レオンチャンネルです。魂ネーション2020の一通りのざっくりとした新商品は確認しましたが、今回は僕のチャンネルに関係ある仮面ライダー系だったり、ウルトラマン系だったり、そのあたりの新商品フィギュアの詳細画像を確認しましょう。会場フォトが一番見やすそうだったので、まずはこのページに来ました。会場フォトで、上行くとこうライダーを選べるような形なんですが、まずはセイバー、新商品系ですね。この辺かな？はい、ブレイブドラゴンとかはすでにもう予約解禁もされてたかな？ですが、まだでも赤いところとかが合わすぎたりしてるので、もうちょっと色修正が入りそうな感じですよね。でもこれも一発目からすごい良さそう。ブレイズはまだあれだね。色がちょっと淡いね。エンブレム、あ、でもこれなんか逆になっちゃってる。エンブレムも見えないけど。で、初解禁がエスパーだね。これはもう見るからに良さそう。ただ、マント部分は、これはもう硬い素材かな。あ、軟質かな。軟質で形状固定みたいな感じかな。で、ブックの開いた状態の絵柄は、表現されてないっぽいっすね。そしてカリバー。これもまだ参考出品状態だと思いますが、もうほぼ完璧な出来に見えますけどね。いや、この辺のカリバー、エスパーだ、複雑な造形のアイテムですが、かっこいいなぁ。まあ、01系アーツも外れなしって感じなので、これも第1弾のブレイブドラゴンから造形問題なさそう。で、01に関しては、メタルクラスタホッパーも来てますね。うわー。これもシルバー塗装が基本なのかな。で、やっぱりサンプル画像であった目の周りの黒さっていうのは実物見ると全然ありませんね。いや、かっこいい。これは良さそう。で、リアライジングホッパーがあったりとか、これはもう展示されてましたね、普通に。あと、アークゼロ。これさ、なんか思ったより、アーマーが艶消しなんだけど、もうちょっと光沢じゃなかったっけ、本編だと。艶消しだったのかな？これもでも専用造形ですよね、アーマーとかは。アンダースーツは01と共有とかだったっけ。で、アズね、似てるよね、今回も。これでもやっぱり、実際、実物見た方が、しっくりくるんですよね、イズアズのアーツは。写真で見るより、ほんと実際はね、だいぶいい。はい、なき。これで、あれっすよ。滅亡人雷、イカズチも、解禁、てか参考出品されてたから、なきも合わせて、滅亡人雷のアーツが、まあ、全部揃う。順次発売していくって感じだよね。で、ナキの小柄な身長もきちっと再現されてそう。これなんてさ、腰回りとか、てかいろいろ全部新規造形か。すごいっすよね。でも下半身の一部とかは、あれナイトログ系だっけ？いやー、でもこれもかっこいいなー。で、イカズチ。まあ、イカズチはね、滅亡人雷系のアーマーですからね、基本は。ベルト、あ、でもベルトはあれかな、フルスロットルバージョンみたいな。あれ出ないのかな、僕も再現した。そして、1型は前からあるやつだね。で、エデンね。かっちょええな。割と、シンプルな造形ですよね、エデン。でもドライバーとかもさ、また、あ、でもこれ秘伝01ドライバー系だけど、専用パーツついてるんですよね。このヌメッとしたアンダースーツに、あ、でもなんかまた周りとか変わってんな。この辺も全部ブラックなんだ。メタリックで赤い配線が入ったアーマーが装着されてると。ここの部分とか、破損注意だな。そして、仮面ライダーブラックね。真骨頂。これ一般販売っすよね。あれ、これももう僕予約したかな。ブラックは、当時版、確か、当時版っていうか、
数年前に出たアーツはレビューした気がするけど、それでもね十分、あれもリニューアル版とかだったかな、すごい良かったんだけど、やっぱね肉付きがいい感じに良くなって、この特徴的なアンダースーツ部分の配線みたいな、筋肉の繊維みたいな、そういうところとかの表現がより強調されていると。ってことはおいおいシャドウムーンも真骨頂化されるってことですよね。まあサタンサーベルも出るしね。でオーズは魂が今回のイベント限定のやつで、ライドベンダーじゃなくてトライドベンダーか、これこういう形でビークル系もあれなのかな、フォローしてくれるのかな。でもここはなんか参考出品で終わりそう感ある。でティバーはこれまではダークティバー展示されてたんだけど、他のイベントでもついに満を持してごついなエンペラーフォームが真骨頂参考出品ですよね、来てると。かっけー、これももう普通のアーツ持ってますけどだいぶ細いんでびっくりするぐらいシルエットが違う。まあ真骨頂のキバキバフォームが最高でしたからね。そしてゼロノス、最近中村さんもライダー活動というかすごく目立ってますから、真骨頂だったりあとベルトの CSM 化もみんな待ってますよね。これは出るのかな。でも過去こう下側にあれなんだよね、参考出品とかそう書いてないんだよね。あとはそう突然予約開始になったコンプリートフォームだったりとか、ライジングアルティメットも来てますから、これでディケイド組の最強の姿も揃うわけだ。ガイデンを含めたさらなる最強の4人と、あでもクローズエボルがいないか。てかジーニアスとかいつ予約開始になるんだ。でこの辺は最近のガイデンアーツですね。でアマゾン限定のやつとかのコロセウムフォーゼとかもあります。ライダーはこんなところか。じゃあ次ウルトラマン見ようかな。ウルトラマンはウルトラマン Z ですよ。まずまあこういう風にジオラマ風に飾ってあるそうで、アルファエッジ、これもなんか CM でバンバン流れてますけど、それに比べるとシルバーの色がちょっと落ち着いたかな。ちゃんと本編基準に変わったって感じかな。で、ギャラクシーライジング、ジードね。まあ、でも最終的にジードもジードライザーが戻ったので、僕的にもあんまりデザインはそんなかっこいいなと思ってないので、まあ、買うけどアーツ出たら、ジードはやっぱプリミティブで造形完成してますよね。そして Z 版のジャグジャグさん、ちゃんと Z ライザー持ってるから闇バージョンを、ではニュージェネエディションでまた登場するってわけですよね。でセブンガーのアーツ、おー大きい画像もある。おー、これセブンガー超合金出てミニプラ出てアーツ出て、まあアーツが決定版って感じだけど、多分サイズ的にも優遇半端ない。あれオリジナルはここにちらっと映ってるぐらいか。ウルトラマンアーツのこのオリジナルね、 Z のオリジナルも今回のイベントで解禁ですよね。個人的にはめちゃ大歓迎。でギャラクシーファイト関連からフーマとかリブットとかグリージョもそろそろ普通に発売していいんじゃないかな。リブットかっこいいっすよね。でフーマーね、これでタイガ関連も勢ぞろいと。でイベントと同時に予約開始になったゼロマントバージョンも飾ってあるそうです。これもワイヤーとか入っていい感じだね。あとはゼロ10周年で、あこれもうレビューというか開けたやつだね。ゼロの、あーなるほどね、グリッターバージョンとかね。で他のアーツとかも全部飾ってあるわけだ。発売してるやつは全部持ってる。でウルトラマン関連は、あこれももう予約しましたね、あの下級バージョンね、ゼットンの。
まあ、ベースの Z のアーツがすごいですからね。で、ブラザーズマントバージョンの6兄弟だったり、レオでのセブンガーってことになるのか。でも造形のクオリティの高さは Z 基準ですね。魂の攻防もちょっとちゃんと見ようか。これがゼロですね。いやー、結構この2日間ぐらい迷ったんだけど、やっぱほんと買おうかな、ポチるどうしよう、ほんとめっちゃ迷ったんだけど、いやー、ちょっとライダー系が出たらこの魂の攻防は買おうかなー。でもすんごいかっこいいんだよなー。でも別に宮野さんぽいとかなるわけじゃないもんね。やっぱおもちゃっぽいのが好きなのよね。で、ウルトラマンベリアル、ジードで退場した後もまだまだ現役で、これがそうそう仮面ライダー関連の魂の攻防ね。マスカレードとのバトル状態で、これはあれだって、一応映画のワンシーンってことになるのかな。ビークル登場状態からのサイクロンと、あ、でもこの辺は魂エフェクトを使ってる感じだな。すごそう。ちょっとライダー関連で出たら、正式なものが出たら迷うな。買っちゃうかな。10万円とかだったら手が出るんだけどな。でもとりあえず僕のチャンネル関連としてはこんなところか。とりあえずセイバーアーツのクオリティがすごそうなのと、真骨頂ブラックとかほんとむちゃ楽しみ。あと何気にウルトラマン系は僕、ウルトラマン Z オリジナルのアーツがすごい良さそうだったので、それも早く出てほしいな。ではこのページリンク貼っておきますので、詳細を見ていただければなと思います。以上、レオンチャンネルでした。